今回はアマトリ地下使います。でセノが反射の砲撃型ダメオ超レザスとユージョブス M で状態上回復とアンチマ法人で SS が、まあ、レーザー SS いわゆるで友情ウォールボムなんですよね。で友情ブースト M あるんで2倍になる威力が、だから35万くらいの威力のウォールボムなんですよね。でちゃんと遊撃つけてきましたみんなに。でこのキャラ一体どこでぶっ刺さるかなって、性能的にでどこでぶっ刺さるか考えた結果、この7の動きがすごい噛み合ってるんですよね。だから今回はここで使います。でテストプレイはちょちょいと1捨てだけやってみたらすごい強かったんで多分いけると思う。で負けたらアイテム使います。でアイテムなしで勝てたらもう初心者さんもいけるもんね。さすがに、まあ、ちょっとガチャ引いたらよほど運が悪くない限りはいけるでしょう、そのアマトリ艦隊なんで。まあ、あとは遊撃つけてあげればもう全然余裕みたいなんで、こんな感じでもうちょちょいと触れるだけでまあ、雑魚は溶けていくんですよね。これをウォールボムちょちょいと当てるだけでこんな感じだからキャラ足りない人ならこれ降臨使うよりもアマトリ地下使った方が、いやちょっと火ダメで HP が低いからどこまでいけるか分かんないけど、これもいやこれ下行くか、下行ってはいやっぱ溶けるね。あとは一応平面もつけてきたから、あ照明か、照明もちょっとつけてきたからあれだけど、はいいややっぱいけるですよ。でこれ弱点判定取ってなくて200何万だから、確かウォールボムって弱点判定取らなかったよね。でこれもカンカンで、うわ弱えいやもう殴らずに友情出した方が強いレベルねこれ。はいいやさっき殴った時は100万出るか出ないかだったけど、ちょちょいとウォールボム当てるだけでお手軽ね。これもだからこれも、だからこう、いやでもちょっと待って、これ、あれだな、防御アップするから、こうするか、はい。これで上と下両方当てて、消し飛ばします。いやでも、水属性だから、火ダメは結構大きくなるはずなんですけど、やっぱそんなに気にならないね。火ダメじゃないや。超レザスあるからか、回復してるかわかんないけど、はい。まあやっぱこれはちょっとあれだな、行かない方がいいな。で、これ白バグ食らって、で、ここ回復手段がないからちょっとしんどいね。はい。あと壁際に置いとくと、ウォールボムも狙った方向に当てづらいからちょっとしんどい。ほら、回復してるね。それで。で、これで、で、これで消えたから、あとはできるだけ上にみんなで撃つ。はい。いや、ボス戦でも多分戦えるな、これ。で、なんか、これは動画で見たんですけど、レザーストあるけど、この、SS、この狙った方向にアイビスは、これ、レーザー扱いじゃないんで、レザバリ防いでくれるらしいんですよね。すごく強い。で、こういう風に角にいると狙いづらいのがすごいしんどいんですよね。はい。おー、そうか。あ、そうか。ウォールボムって、進行方向に出るから、壁際で出しちゃっても、出てくるんだっけ。で、これで、はい。あれ星5艦隊だけ、まあ、厳選はしてるけど星5艦隊なのに苦戦らしい苦戦そこまでしてないんですけど、でこれ倒して、うわ殴り弱え。やっぱいかに友情ブス出せるかね。でヒーリングウォール出します。で SS も使えるようになりました。はいはい、解けます。であとは怒らせやんよ、ちょっと注意しとかないと、危ないね。はいはい、で殴りはすごく弱いのと、あとできるだけみんな固めておいた方が多分強いから、これをこう当てて、はい、でカンカンして上行って下戻ってきていい感じに止まる。はい、レーザーがあとどれぐらい強いかだな、気になるので。これ今配置的にすごく白爆発食らいやすい位置だから、そうよね、やられる前にやらないと多分死ぬ。そうするとやっぱこうか。はい、はい、よし、とりあえずザコは倒せた。で、これ防御アップする。で、とりあえずこれは1回逃げます。白爆発食らいたくないんで。はい。はい。で、これ逃げて、2発だけ食らって、よしで、あとは、この1体のこれをすごい優しく、ヒーリングウォールで回復しといた方がいいかな。結局、火ダメでダメージ与えられないもんね。はい。あ、そっか、あのレーザー多段だからすげえ回復してくれるあれもしかしたらこれじゃあ当たりに行った方が強かったりする。ちょっと待って、これは回復するかな。ちょっと待って、これ見てみよう。はい、
まあ程よい回復か。いやでも火ダメ食らうけどレザーストで回復してるから、いやすごい強いで、これ倒す。で問題はアイビスをどこで撃つかなんですよね。っていうかどれぐらい削れるのかもよくわかんないから、こうなる。これはいやどうしよう、どうしよう。こう打って角度的に当ててからとりあえず右上倒す。はい、あやべやべ、あれ倒す、これはまずい。でこれは何してきたっけ。お優しい。でそしたらちょっと待って、これ変なことするとじゃあもうこれ打つわ。これ打ってどれぐらい削れるかちょっと見ときます。あれ意外と余裕じゃない。で白爆発食らいたくないから、これもだから 3P そこか。逃げ方向で撃つか。はい、いやこれは横でとりあえず雑魚処理しとかないと結構しんどい気がするな。はい、でこれで、はい、で倒しとく。何してきたっけこの雑魚。回復だけ。ああ、よかった、当たんなくて。そしたらで、あれも、今、配置的にみんなそんな動かせないよね。ちょっと待って、これ SS 打つわ。ここで、はい、これの雑魚だけ倒しときます。雑魚どうだ、ボスもいけるかな。ヨルムンはさすがに無理ね。で、これは食らいます。まあ、しょうがない。で、とりあえず魔導士いっとくか。はい。はい。で、魔導士倒す。魔導士倒しときますの、魔導士は何してきたっけ、全然覚えてないけど、いつも大体ゴリ押しだから。そしたら、そしたらこれは暴れ目で、はい。はい。で、これ上に倒していっとく。で、魔導士も倒す。あれこれいけんじゃない、アイテムなしで。で、これは耐える。いや、全然余裕。で、はい。いや、いけるでしょ、これ。で、ちょっとこっちの方にして、デプスに当たんないつつ、魔導士巻き込むみたいな。はい。あれ、巻き込む。巻き込むけど、めっちゃ強い。めっちゃ強い、これ。本当だったら左の判定も取れてるから、俺多分削り切れたな。で、これ怒るけど、怒るけど、これは、その前にボールボムで、まあ、いけるでしょ。はい。いや、いけちゃった。で、地下で7の極いけるのは分かったんで、ちょっとこれ、時間稼ぎ見たくなっちゃって、申し訳ないんですけど、これだけ気になったんですよ。アイテム使って、一旦遅延させたら、多分、ゴリ押しHP、ほら、さっきだとギリギリの戦いだったけど、ゴリ押しして、いけんじゃないのかなって思ったんですよね。だからこれも、こう打って、はい。で、だこれで次、覚醒するけど、まあ、防御アップこれぐらいだったら多分、友情でゴリ寄せるんで、ほい。ほら。で、あとは、多分、SS 連打でこれ終わるんじゃないのかなって思ったんですよね。だから、この後、SS 打って、SS 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 打って終わりみたいな。だからこれも、こう打って、ほら。多分、削り量的に防御アップしてなかったら2発あればいい。ほら、全然いける。めちゃくちゃいける。だから、あ、これどうしよう。まあ、いいか、打つか。はい。これも、打って、倒すと。だからこれも 4P と 1P もまた SS 打ったら、だから地下4体で、ボス1までは余裕なんですよ。だから、その後、あと4連発でおしまいみたいな感じで終わんじゃないこれ。これも、はい。はい、これも、はい。これで、倒しきれたらもう地下で余裕みたいな。地下は、あ、これだけ無理だな。これだけ多分打っても、倒しきれないし、平面使ってないからこれあれだな。ちょっと足りないな。そしたら、待って、これウォールボムいる。ここで多分打つと、多分火力が足りない。削り残る。はい。で、これで倒して、これ倒すのはいいんですよ。なぜかというと、防御ダウンしなくなるんで、一旦猶予できるんですよね。だから、これを、ここでちょっと怒るけど、はい。これを下に打つことで、終わると。なるほどね。いや、でもこれあれだな。多分、平面か 10% 削りとか使って、デプス2発で倒せるようにしとくと、いらないね。SS4 連発の後、ちょちょいと多分、撃ったら終わんじゃないのかな。